マンダロリアンってあの、えっ、ー、とね、ディズニーチャンネルでしか見られないんでしょうね。あそこでしか見られない、いわゆるスターウォーズの外伝みたいな、西部劇みたいなものをやってるんですけども、マンダロリアンっていうのはベビーヨーダーっていうのが出てきて、ザ・チャイルドって言われてる。このベビーヨーダーがね、めちゃくちゃね、可愛い,いんですよねで。それでこう、いいな、いいなと思って、まあまあ全部見ちゃったんですけども、マンダロリアン見てください。すごい面白いです。基本的には小連れ狼なんですよね。あのー、 なんだろうな、感情がないと思われてる、戦うしか知ら,知らない、いわゆる、そういう風なキャラクターが、あの、めちゃくちゃ可愛い赤ちゃんを連れていくことによって、ちょっと人間的な魅力が出てくるというような話なんですけども、でこれ、マンダロリアのメイキングが今、週に一本ずつやってるんですよね。で、もう僕はこれを、あの、ベビーオーダーを見るのが楽しみに見てて、毎回ね、ちょっとだけ出てくるんですけどもね、もともとがね、テレビシリーズで、 全8話ぐらいだったかな全8話ぐらいのやつなのでですね毎週メイキングをするにしても限界があるんですよもうすぐ同じ絵になっちゃうんですよね。で結局監督たちが集まってお互いの作品パートの褒め合いみたいなものがあるのでああちょっと飽きてきたなと思ったらなんか先週公開分がですねいきなりそのベビーヨーダが実はフィギュアだって話出てると。す CG 多いんだろうなと思ってるんですけど、マンダロリアンって最近のスターウォーズとかですね、SF 映画の作り方じゃなくてですね、物理特撮ばっかりなんですよ。CG で登場人物とかを作ってではなくて、できるだけぬいぐるみとかですね、フィギュアにして、でベビーヨーダーもですね、もう本当にここに棒がついている、いわゆるタオル君みたいなやつなんですね。で、それが演技させてるんですよ。で、その方がやっぱり観客、あ、観客じゃないな、俳優さんがですね、あの、 感情移入しやすいとで。感情移入しやすいのでですね。ついつい監督も演技指導するときに。ベビーヨーダーって、その。お、タオルあるかな。まあ、こんな感じだと思ってください。久しぶりのタオルくんだよ。で、こいつに演技指導する時って。 監督は僕を見てするはずですよね。つまり僕はパペッティや人形使いですから。だから監督は本当は僕を見てこの時にベビーヨーダはこうなんだ。だからあのー、思いっきりここは元気にやってくれとかちょっと演技を抑えめにやってくれというふうに監督を見るはずなんですけどもところがメイキングを見ると監督は 一番最初の打ち合わせの時だけ人形師に話すんですけれども、どの監督もなぜか最終的にはこいつに演技指導したそうですね。だそしたらこいつが微妙にうなずいてるりしてるんですよ。で、離れたところでこれをラジコンとかで、ラジコンが首の動き専門とかですね、あと目の動き専門とか口専門の人がいたりしてですね、そいつらがですね、一斉にこう、うんうんってうなずいたりして監督やるとき、もうみんなベビーヨーダー見てるんですね。で、その場にいる役者たちもベビーヨーダーの演技指導が入ると、 俳優たちもみんなベビ,ビーヨーダー見ちゃうんですよ。あんまりにも可愛いから。で、こいつがだんだんこうスターみたいになってきて、あの、ステージでこいつの撮影があるときは意味なくみんなが群がってきてですね、で盛り上がってるというのがあってですね。面白いですね。やっぱ物理特撮の力で、あの、怪獣の着ぐるみもそうなんですけども、生きてるっていうかですね。やっぱそう、みんながそこに魂与えちゃうんですね。アニメートっていうのはそういうことだと思うんですけども、あの、 こういうですねあの、生きてるわけでもない、何でもない、操られてる生命がないものが、徐々に徐々に生命があるように見える。あるよね。で、こうまあ、こういうな感じなんですよね。これがですね、その、マンダロリアンでは守られていて、まあ、えらい面白かったです。